ということで、今回こちらの動画、間違えた、危ない、ドライブに出てしまった、アクセル踏む前に気づきましたが、こちらの動画はですね、おまけ動画、ちょっとコンテンツ化、前回、何でしたっけ、食べ放題を食べた後にコンテンツ化すると言いましたが、そちらの方の動画コンテンツ化、おまけ動画のコンテンツ用第2弾でございます。今回はドライブです。こちらの右手の車エビの方を購入して、すいません、まだ食べる前にこちら通っているので、こっから、これ多分この今車エビ屋さんの敷地を僕通ってきたんですけど、ここを戻っても大丈夫ですよね、ということで、こちらからよし戻っていきたいと思います。こちらの、すいません、養殖センターの名前がですね、なんていうの、板間なんて、すいません、ちょっとちゃんと本編の動画では入れときますが、養殖センターさんで車エビ購入させていただきました。大きいの買うかちっちゃいの買うか、かなり迷ったんですけどね、ちょっと安いのでちっちゃいのはどれぐらいちっちゃいのか、逆にそっちを、なんか貧乏人らしくそっちを気にしたい、こっち、そっちを気にしてというか、そっち側を気にしたいと思います。なのですいません、なんか食べた、多分動画自体は食べた後まで撮影してると思うので、なんか変な感じになってるかもしれませんが、こちら食べる前、そして食べる前の、買った後食べる前の撮影しているおまけ動画になります。すいません、ちょっと水分補給しながら。そしてこの前散歩動画の時に、まあ、ちょっと自己紹介的なことをやりながら、まあ、景色を見ながら、まあ、おじさんの独り言を聞いてもらう、ただのドライブおまけ動画でございます。あまりなんかこれをコンテンツ化するのも何かなと思うんですけど、ちょっとまあ何段かやってみたいと思います。なので、まあ、ぜひ本編は本編でぜひご覧ください。これは本当におまけ的な動画です。今は、南城市 この養殖場ですね、養殖センター、下にいっぱいありましたね。ちゃんと明日撮ればよかったな。そういえば養殖センターあまり撮りませんでした、チラ見しかしてないですけど、こちらの養殖センターで多分作られたって、なんかあれですけど、まあそちらで取られたエビたちですね。車エビって僕なんか宜野、北の方、宜野座村とか結構有名なとこあると思うんですが、南城市も初めて知りました、養殖センターがあるの。この自動販売機のどこ、タイムスか、両方やってたかな、なんかニュース系のところでやっていて初めて知ったんですけど、ビストロブーケ、全然なんかちょこちょこいろんな話飛びますが、すいません、よろしくお願いします。今回こちらの動画、ちょうど今時間が5時回ってるので、まあ夕日とは言いませんが夕方な感じですね。僕の動画には珍しい時間帯かもしれませんが夕方です。夕方、東側通ってるので、西日、今日はどうですかね、夕日は。まあ、今日も綺麗に見えそうな雰囲気ですけど、まあ今日は、いつだ、17日、6日、8日、日付を完全に覚えてないですけど、それぐらいの時間です。それぐらいの時間を、それぐらいの日の夕方17時台を、南城市を北上しております。車エビ購入して北上してます。で、今ですね、あ、というかそうですね、自己紹介の話ですよね。この前第1弾、ていうか今日撮影したんですけど、すでにもう何の話までしたのかがだいぶあやふやになっている。なんかジャイカの話をしてて、移住の話をしました。なんか中途半端に毎回、今日も一応こっから
ですね、20分ぐらい長いで、まあ20分ぐらいもいつも見ていただいている時もあるので20分目安ぐらいで行きたいと思いますが、20分行ったらどこぐらいまで行くかな、西原の、閉まってるのでそのビーチ、西原、キラキラビーチの公園閉まってるのでその手前のその向かいのですね、その道路向かいにある公園、イルカ公園まで行きたいと思います。ちょっとだいぶ夜になってきてちょっと設定が微妙な感じになってますね、ちょっと暗すぎる感じがするな、よいしょ、まあいいかということで、現在南城市を北上しております。佐敷の辺です。もうすぐ佐敷かな、この辺は僕もあんまこの辺の道なんか結構のんびり走ってしまう派なんですけど、のんびり走られてますね。あ、ちょっと信号止まり、あー青になりそう。ちょっとこのフィルターをセッティング変えたいんですけど、ちょっと暗すぎる感じがするんですよね。実際に見てるよりだいぶ暗い気がします。ちょっとフィルターつけてるんでそれのせいだと思うんですけど、もうちょっとフィルター外した方がいいかな。フィルター外すだけならポンって外せるからすぐですけど、挿し木のこれなんだ、コミュニティ施設ですね、挿し木でございます。暑いということで、なんか最近車のエアコンの調子がいまいちな気がするんですよね。そろそろガスが切れてきたのかな、なんか冷えないタイミングがある、そんな感じになるんですかね。ちょっと車そんなに詳しくないんで、冷えないわけじゃないんですけど、なんかタイミング的に冷えないタイミングがある気がします。ガス切れでしょ。おお、セブンイレブン南城市にもできて、南城市のこんな挿し木の辺にもできてる、初めて知った、セブンイレブンでございますなんかまだセブンイレブンがあるとなんかちょっとテンションが上がるっていう沖縄県民になってますが、左手にセブンイレブンがこんな南城市にまで、あ、まだですね、8月20日に1周年っていうからもう1年経ってるんだ。おお、すごいですね。南城市挿し木のセブンイレブンです。1周年だそうです。もう去年の8月でもだいぶ最初にできてるんだ。そうですね。結構前にできてますね。ということで、リアルにエアコンが生ぬるいです。ということで、で自己紹介って自己紹介全くしてませんけど、もともと内地で沖縄県に来て、まあちょっとちょこちょこ抜けながら、まあ最後、まあ、沖縄県に連続何年かな、5、6年ぐらいかいるような状態ですね。して何の話しましょうかね。話をする自己紹介なので、どこの時代の話をすればいいかな。ジャイカの話はチラッとしましたもんね。チラッとだけの話をすると、学生時代の話しましょうか。学生時代、もう何年前だ、だいぶ前です。10年以上前のお話です。学生時代は東京にいました。東京4年間、本当に学生4年間だけ東京でしたが、なかなか楽しい時代でした。結構
無茶もしましたし、学校には行ってたんですけどね、授業にはあんまりいい学生だったとは言えないですね。結構遊んでました。まあ、サークルに入って、サークルいわゆる、まあ、僕の時代もだいぶサークル活動ってちょっと下火になってて、まあいわゆるテニスサークルに入ってましたけど、テニサーです。東京にある大学のテニスサークルに入ってました。なんかめっちゃてかテニスサークルに入ってる率がめっちゃ高かったですけどね。テニスサークルに入ってる僕はそこのサークルしか入ってなかったですけど、僕のサークルもテニスサークルに入りながら他のサークルも入っているメンツもめっちゃいました。なのでそういう時代ですって言ったら変ですけど、こんな感じでみんなやっておりました。そして学生時代、まあテニスサークル、もう本当に基本はサークルで全部大学生活が終わったっていう感じですね。最初入って、まあ、関西出身って前回お話したと思うんですけど、関西から東京に行ったので、まあ、友達は、同じ大学はいなかったので、同じ大学いなかったですね。多分なんか遠い友達は同じ、学校の 友達っていうか、友達じゃないのは同じ大学に入ってたと入学したと思うんですけど、まあほとんど知らないので、多分学部も違うかったと思うね。全然交流はなく、もうほんと一人でしたね。ほんと高校、まあ、転校がそんな多い学校、子供の頃でもなかったので、まあ、高校に入るとまあ、だいぶポーンと一人でいられるような感じだとは思うんですけど、まあ高校もそんなに入った時は友達いなかったか。だいたい同じ中学の友達とはいたのかな、誰だったかな高校そんな感じですけど、まあ、ポツンと行って友達がいず、最初は本当にホームシックになるよって言われて、ホームシックになったのかな、まあ、ホームシックっぽいことはなった気がしますけど、そんな重いホームシックまでならなかったと思います。まあっていうのも、まあ、サークルが多分4月に入学して、すぐは入らなかったんですよね。ゴールデンウィーク実家に帰ったのかな、まあ、っていうか南城市だいぶ戻ってきましたね。ガストザビックがあるところですちょっと学生の話に戻りますけど、戻ったのかちょっと定かではないんですけど、ゴールデンウィーク明けぐらいの時に、まあ僕が行ってた、まあ、他の大学もちょっと他の大学の様子がわからないんで、一応僕の大学っていうことにしても、僕の大学は語学の、言語の授業は、学科、学部と学科があるじゃないですか。学科がいろいろ混ざった状態で入ったので、なんか初め学部の友達もなんか数人できたんですけど、多分その学部の友達と最初サークル何個か見に行って、結局入らなくて、でその語学のサークルの人に、サークル決まってないんだったらうち遊びに来ないみたいな感じで行ったのが始まりですね。そっから何でしょうね、なんか意気投合したのか、最初に何に行ったんだろう、最初にいきなり合宿みたいなのに行ったのかな、違うな、多分いきなり違うわ、あ多分スポーツ観戦みたいな、そのミニもうあれ初めてかな、ちょっとはっきりと覚えてないんですけど、初がそれだったか覚えてないですけど、
泊まりで行列に並んで、まあお酒飲みながらですけど一晩明かして、でそのスポーツを見るときに、なんていうんですか、座席取りをしに行くっていう、それがまあ低学年1年生と、あと幹部、まあ幹部が4年生ではなく3年生だったので、3年生と1年生がまあやる、まあ2年生もまあちょこちょこ途中で手伝いに来たり、まあお酒好きな人は付き合ったりしてる人もいましたけど、そんなので楽しくなって、まあ、そこからサークル生活が始まったって感じですね。まあ、本当でもサークルにほぼどっぷりでしたね。大学に行ったはいいけど、学食のところにサークルのたまり場があって、まあ、あんま良くないんでしょうけどね、学食の一角がサークルのたまり場で、そこに行くと誰かがいるので、あの学食、一応多分学食始まる時間があったか、およそ300メートル先右方向です、始まる時間までに、始まる時間とかにそこに行ってポケッとしてると誰かが来るっていう、そしてあの次の授業あるのにそのまま友達と喋ったまま授業をサボるみたいなことをやったりしてました。そんな学生生活でした。でちょっとすいません、これやっとだけど、ちょっとこのカメラのフィルター外そうかな、ちょっとパッと外した方がやっぱ外すと明るすぎるのか、ちょっと弱めてつけるとこれぐらいが、あでもこれもあまりなんか感度が上がらないな、ISO感度が上がらずに絞りがなんか、そんな設定になってましたっけ、あれシャッタースピード優先で ISO 感度は自動で変わらない、 ISO 感度が 100だと低いですよね、うん、ちょっとなかなかまだこのカメラ使い慣れてなくてすいません、あまりいい映像になってないかもしれませんが、ちょっとこれだったらつけない方が、普通のシャッタースピードを速くなってもいい状態の方がもしかしたら綺麗かもしれないですね。ということで今、ここはどこだ、なんていうとこだっけ、与那原になるのかな、の右に行ってこの辺からマイスが来る、でもうすぐ目的地ですね、まもなくです、西原の何分ぐらい撮ってる、あれどこだ時間、すいません時間が見れない、どこだったっけ、でなんか話が飛び飛びになってますけど、今から、西原のキラキラビーチの方に向かいます。キラキラビーチは閉まってるはずです、なのでその向かいの公園で終わろうかなと思います。本当にただ単にドライブ動画、これをコンテンツ化とりあえず何回かしてみます。これ右か、これ右ですね、ちょっと目的地を設定してる場所があれだからか、右手に結構大きな A&W があります。この A&W 入ったことないですけど結構大きいんですよね。しかもこれカメラちょっと歪んでた、こんな感じですがいかがでしょうか、うん、なんで ISO 感度が上がらない、まあ、上がりすぎるのもあれですけど、今時100より上がっても全然そこまで変な映像にならないですよね、うん、まだまだこういうコンデジとかの使うのは難しいですね。ということで、右手がさっきから言ってますが上がり浜の辺なんですけど、エリアで言うと東浜って書いて上がり浜ですね。
上がり浜でございます。島村とかエンダー、そしてダイソー、あとカインズか、カインズがあります。あ、カインズ、南東に進みます。カインズでお買い物したかったんだ。カインズで終わろうかな。じゃあさっきも言ったんで、ちょっととりあえずさっきの公園まで行きますね。あとでカインズでお買い物して帰ります。なんかちゃんと変なとこ走ってましたね。カインズで買いたいものがあったんだ。っていうか草を買いたいんですけど、家のグランドカバーになるやつを買いたくて、一回ちょっと高いの買ったんですけど、内地から通販楽天かなんかで買ったんですけど、2年ぐらい絶好調だったんですけど、なんか冬場に枯れてしまうのが、まあ1年目から枯れてしまって、で2年目で全滅したっていう、で雑草に完全に負けて雑草だらけになってるっていう、で今やっと雑草1年ぐらい雑草死ぬほどある状態放置してたんですけど、一応こまめに、まあちょっとまたサボり出してやばいんですけど、今こまめにやるようにして、まあ土の状態になっていて、ちょっとグランドカバーを買いたいんで、ちょっと最近 YouTube で見た人の名前忘れてしまいましたが、結構面白いっていうか、すごいなんか、なんだろう、僕は好きですね、あの人の YouTube。 なんか、あ、カーメン君忘れました。なんか本当にお花屋さんがやってる YouTube なんですけど、すごい雑草のこととかそんなことまでやってくれるんで、そこで紹介してた、多分僕がもともとグランドカバーで買ったのがグラピア、なんか買ったんですけど、それはそのこの前紹介してたやつの、まあ、品種改良したやつで、まあ、花が小さくなったのかな、前もともとの草より、なんですけど結構いい値段するんですよね。本当にいい値段して、しかも結構な量を買ったんですけど、その YouTube 見てたら、その元々のやつ、その元々のその品種、まあ、ある意味雑草が一株200〜300円、200円ぐらいで売ってるんで、それを一株二株ぐらい植えても全然グワーって広がるから、それぐらいでいいですよって言われたんで、あ、すいません、そして右は閉まってます。なのでこの左の公園で終わります。でそのグランドカバーを買いたいんですけど、ぜひもし皆さん、あの沖縄でいい感じのグランドカバーの、しかも値段がお安い雑草系があれば教えていただきたいなって。そして駐車場いっぱいだな、駐車場がいっぱいなので、 U ターンして逆側に行ってみようかな。ちょっとここは今、ここはあの新商社用のとこなので、あの回るだけに入れました。なんて言うんでしたっけ、回転するために向こう側で終われるかな。ダメだったらまたそのまま言ってたカインズまで行きましょう。カインズに行けばいいか。ここが閉まっておりましたこの前一回ここから YouTube のライブ配信も始めましたけど、こちらも、あ、開いてるということで、ここで終わりましょう。よし、こちらイルカ公園です。さすが夕方ですね。平日でも結構お子さん連れがたくさんいらっしゃいますね。よし、ということでありがとうございました。なんかこんな動画をコンテンツ化していいのかっていう状態ではありますが、僕の自己紹介、なんかよくわからない学生時代のお話をさせていただきましたが、いかがだったでしょうか。ちょっと、まあ、どんなやからが話してるのかっていうのをお話しさせていただきました。最後におじいさんが映りましたが、こういうのは困るんで、コンテンツ化悩んでたんですよね。まあ、ちょっと大きく映ったところはぼかしを YouTube さん側で入れるか考えます。ということで本日もありがとうございました。それでは
さようなら。サワディーカップ。バイバーイ。